ジョン・ジョゼフ・カスト3世は、アメリカ合衆国ニュージャージー州、フレミントン出身の元プロ野球選手。オークランドアスレチックス所属当時の2008年に、日本で行われたレッドソックスとの開幕シリーズでは、クストという表記になっていた。1997年に、アリゾナダイヤモンドバックスから、MLB ドラフト1巡目の指名を受け入団し、ルーキーリーグで出塁率。 447の成績を残す。2001年メジャーデビューを果たすが、3試合の出場に、とどまった。2002年1月7日、マイク・マイヤーズ投手とのトレードで、J.D. クロッサー保守と共に、コロラド・ロッキーズへ移籍。2003年3月21日に、クリス・リチャードとのトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。2004年10月15日に、FA となり、 11月15日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2005年10月15日に、FA となり、12月9日にサンディエゴパドレスと、マイナー契約を結んだ。2007年5月3日に、パドレスのマイナーリーグでくすぶっていたところを、アスレチックスのビリー・ビーン GM にただ同然で再び、拾われた。故障者リスト入りしていたマイク・ピアッツァに代わり、 指名打者として出場させたところ、10試合7、本類打の活躍でメジャーに定着した。打率は低く、三振は極端に多いが、死球、本類打が多く、出塁率、オプスともに高い。2007年の死球105は、デビット・オルティーズの111に次いで、リーグ2位で、出塁率。408は、リーグ7位の成績である。 2008年は148試合の出場で打率。231、33本塁打、オプス、851の成績を残す。1本塁打あたりの所要打数は、カルロス・クエンティンとジェイソン・ジアンビンに次ぐ、リーグ3位の14.6打数を記録したほか、リーグ最多の111支球を記録した一方で、リーグ新記録の197三振も記録した。 2009年は149試合の出場で打率。240、25本塁がオプス773の成績を残し、3年連続でリーグ最多三振を記録。12月12日に FA となった。2010年1月7日にアスレチックスと再契約した。開幕からエリック・チャベスが指名打者として起用されたため40人枠から外れる。 5月中旬にメジャーに復帰し、112試合の出場で打率。272、13本塁打、オプス、834の成績を残す。オフには、翌年の契約を提示されず、12月2日にノンテンダー FA となり、12月8日にシアトルマリナーズと1年契約を結ぶ。2011年は7月まで67試合の出場で打率。 213、三本類だ、オプス、673と低迷し、8月4日に解雇。12日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結ぶが20日に、解雇される。2012年1月18日にヒューストン・アストロズと60万ドルの1年契約で、マイナー契約を結んだが、すぐさま3月27日に解雇された。3月28日にニューヨーク・ヤンキースと、 マイナー契約を結んだ。8月1日に放出され、8月4日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。11月3日に FA となった。2013年2月16日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだが、3月23日に放出された。2014年2月5日にフルス・オリオールズとマイナー契約を結んだが、3月21日に 放出された。2007年12月13日に発表されたミッチェル報告書によると2003年シーズン序盤にオリオールズ参加トリプル a 級オタワでプレーしていた時ラリービグビーとカストはロッカーが隣同士だった。カストはビグビーに今までアナボリックステイロイドを試した経験があるか尋ねた。ビグビーはステロイドを所持していると認めカストは 自分もステロイドを試した経験があると話した。カストは欲しい薬物は何でも調達できると言ったが、ビグビーはすでに提供してくれる友人がいると伝えた。この主張についての情報を提供し、応答の機会を与えるために、ジョージ・ジェイ・ミッチェルが面会を要求したが、カストはこれを拒否した。2008年1月26日のサンフランシスコクロニクル氏のインタビューでは、ビグビーと そのような会話をした覚えは全くないし、ロッカーもビグビーの隣ではなかったと証言内容を完全否定した。ありがとうございます。